私の一番の武器はね、に対するみんなの反応集。術式でもなければ結界術でも領域展開でもない、人生経験さ、これに勝る武器はないよ。ムー出産経験のある男だ。面構えが違う。出産してる奴は言うことが違う。お笑いにも造形が深いしな。真面目にこいつ経験値は作中ぶっちぎりでナンバーワンだよね。実際それはある経験値、その経験値を己の享楽にしか使わないって部分が最悪。人生経験って縛りのうまさとかにも比例しそうとは思う。人間力が一番の武器だよな。ただ経験値いくらあっても殴り合いの強さでは最強になれないってのもこいつの限界感ある。全国出張して契約し回ってるのがコミュ力アップにつながってそう。強いのは間違いないんだけど、個人的に賢弱があっち側に行けないやつの天井感あるわ。天元と違って千年しっかり生きてきたからね。天元と違ってね、言うて閉じない領域ができる時点でステータスはカンストしてるし、肉体次第では最強格もいけそうな気がするわ。人生経験を詰めたのは術式によるところが大きいから発言がずれてる。確かに千年生きても30歳に満たない五条にかなわないあたりの才能の差がひどい。少なだって呪物期間が大半なのに追いつけないままだし、千年以上にわたって男にも女にもなってあまたの七夜修羅場も乗り越えてきた特級クラスの術師がそうおっしゃるなら我々に何も言えることはねえ。術式のおかげだけど、術式がすごいから賢弱の経験が積み重なったと言われるとちょっとマッチしない。やっぱあのクソみたいな精神性がでかい。同感。殺してもリコップする陸眼に何度も邪魔されながら千年間己の計画のために奔走できる精神性はイカれてるし、素直にすごいってなる。もう嫌とはならずに千年緩まず生きようとする情熱は確かにすげえよ。賢弱の一番強い武器はどんな時でもポジティブハートの精神だったんだな。お前本当にあれが最後なんか、地味に一番好きだったが。周りの人間にとってはものすごく迷惑だけどね。可愛いというか愛嬌あるのはなんでなんだろ。もともとそういう性格なのか。見た目に関しては割と下等の容姿に助けられてる部分もあると思う。それはつまり人生経験じゃなくて好奇心が最大の武器ってことでは。あともう一つあるやろ。どんな時でもポジティブシンキング。本物下等よりこっちの方が好きだわ。こいつ自身能力はチートなんだが、それ以上にチートなのが何人かいるのと、過去何度も失敗してるところに嫌味を感じさせないよな。わかる。タハーとかドンマイとかスマホ持ってゴロゴロとか敵らしからぬ言動で悔しいけどどんどん可愛く見えてくる。にらめっこの時中身の脳も頑張って変顔してんの笑った。人間臭くて話通じそうなのと茶目っ気があるからね。あとは心の余裕、余計なプライドを持ってなくて。五条に殺されちゃうから少な守って根をためらいなくできたり、千年のノウハウが通じないならお笑いの知識で対抗するね、できたりするのもポイント高い。私っておしゃべりだからが井戸端会議主婦みたいな言い草で可愛かった。なんか元の性格に愛嬌あるよな。鴨のりとし時代、人前出る時は演じてるだろうけど元の時はあの渋い顔でどんな振る舞いしてたか気になる。最強が少ななのは譲れないけど、賢弱自身は他のプレイヤーや五条みたく少なの強さ自体への憧れは薄そうなのが面白い。強さそれ自体には執着せず、あくまで目的達成のための手段として捉えてる。必要だから身につけたけど必要な分があればいいって感じか。自分が少なや五条よりも弱いことに悔しさや劣等感を覚えてる様子もないし、強くなること、強者と戦うことにもさして考えなさそう。好奇心をそそられる、人間の可能性を感じさせる術式や戦法、解釈にはいいね、する一方で、肉眼×無加減やコピー術式には強さは認めつつ薄い反応なのもそこから来てるんかなと。生き方に関しても、少なの語る身の丈論とは対極みたいなもんだよな。対等な友人を歓迎するらしいし、新しいもの好きで柔軟だし、妙に今どきっぽい軽い言葉遣いするのも面白い。マジでとか吉書とかちょうだいとか。他人様大多数の人生むちゃくちゃにしておいて自分は人生エンジョイ税かつ夢追いがち税っていう。なんだかんだこいつが総量として一番いい空気吸って死んでそう。五条にビビるのと天元にイラつく以外は大体ずっと楽しそうだったし。下等は別に好きでも嫌いでもないんだけど賢弱はめちゃめちゃ好きなんだよな。なんなんこいつ。多分本気で楽しかったよと高場に言える人間性が好き。心から楽しんで相方を満足させるとかそういうとこ大きな武器だよね。愛嬌あるんだよな。五条宿儺が人材で賢弱は人間って感じ。経験、技術、知識、くぐった修羅場の数とか人間としての強さは間違いなくトップなんだけど、人材二人の領域に入れないくらいの強さ。高場は高場だから論外。まあ、息子と友達が楽しそうにしてるのを嬉しそうに見守るまあ。しかし毛先手ファミレスで堂々としてたのにここでフードをかぶる意味とは。こっそり見守るならこのスタイルだよね。タハーっていうただのノリ。相手の子の親にも挨拶しに行ったよね。ちょっと忘れ物しちゃったけど。賢弱ママ、すげえ。色気を隠しきれてないし。不
思議やな、側は下等なのに下等よりも色気を感じる、なんでや。人妻だからやん。まさかユージって自分で名付けたわけじゃないでしょ。例のマタニティマークを頼む。側は下等とほぼ同じなのに下等のそれとは違う色気が出てるんだよね、キモくない。きっしょ、なんで産んでんだよ、いや。天元も女だったし、賢者も女だとしてもありえるのん。賢者ママキモいけど、ユージを生み出すために取った手段が呪物を使うとか人間を改造するとかじゃなくて出産だったのは評価したい、努力の人だ。妊娠して産むだけであんな強度の生物生み出せるんかな。パパの血がすごいのかもしれない。愛情は一番の呪術だからね。普通に外見が好み出し合ってることも背徳的でエロいから好き。戯れでも先輩にありがとうという程度の情があるのマジキモい。そういう妙に人間臭いところ見せられると好きになるからやめてほしい。どうせ出産に興味があっただけだぞ。母体を使って試したいこと、多分遺伝に関する実験があったんだろうとは思うけど、よし、じゃあ自分で乗っ取って産んでみるか、のバイタリティは憎めない。普段キモいキモい言ってるけど、このキモさも含めて賢者好きだよ。いや嫌いだけど、でも好きだよ。イタドリママの外見がめちゃくちゃ好みなのが辛い。呪術の女キャラだったら一番好きだわ。中身賢者じゃないのが見たい。血統書の掛け合わせとか、赤子や子供を呪術的に改造するとかはもう過去にやってると思う。受精卵の状態から呪力を注ぎ込み続け、そのまま出産ってのを試してみたかったんじゃないか。あとその時少ながらみの何かきしょいことをやってるのはほぼ確定。賢者って大目標は宇宙人だけど、人間的な感受性はちゃんとあるからな。虹見つけたら、あ、綺麗、いいことありそうって思うだろうし、黄昏時って寂しげだよねって感じるタイプの下道。すごいけど、クソーズママンからすれば、私を9回も堕胎しておいて自分は無事に出産するのか案件だよな。そういうすごいことを今までの所用で打ち消していくの好き。スクナの本来の顔とのイタドリの顔が微妙に似ているから、父親はスクナかもしれない。気持ち悪いことをするっていうのにも合致するし、妙に才能あることも合致する。術式を犠牲に檻の性能を高める改造したのかもしれない。自然樹霊図とも今は友達だしって、レクリエーション本当に楽しんでたと思うわ。真人にいろいろ教えてやってる時の先生っぷりも頑張って演技してるわけではないというかす。少な成分が入ってるかはまだ確定してないぞ。なんかしらイタドリに細工してて、それの心当たりはあるみたいだけど。このシーンに特に意味がないとは考えづらいんだよ。賢者は小僧に少な関連の何かをしてる。スクナの斬撃食らってもズンズン歩いてきて、その後も薪のスピードについていけてたからな。今のイタドリに通用する火力出せる術師ほとんどいなくなってる。何かしてるのは否定してないよ。ただそれがスクナ成分かはまだ確定してないよって話。個人的にイタドリにされた細工ってスクナじゃなくてハリマの人の方なんじゃないかと予想してる。ハリマの人はスクナと戦ったけど生き残ってゲラゲラされたみたいだし、イタドリみたいに頑丈な体してたんじゃないかと。賢者ママ優しい。戦えないイタドリの友人を助けた上にお礼を言うなんて、なんて優しいんだ。元凶定期。一丁前に母親ずらすんの本当に気持ち悪いよ。なんだかんだ微妙に情ありそうだけど、その割に全然介入してこなかったのが不思議。あのまま一口死刑、収容でもおかしくなかっただろうに。上層部の内通者とやらから五条の噂聞いてたのかもしれないけど、もしそうなら少年院の時ちょっと焦ってそう。五条のことも乙骨のことも知ってたから、乙骨と同じようにするだろうとは考えてそうだけどね。側が無関係な別人の時点で何言っても全く響いてこないのが唯一の欠点。認知してるのは偉いと思うよ。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。